はよう。すぐできるから待ってて。あ、そうそう、制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする、勝手なことはしないでくれ。もう相変わらず釣れない人ね。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな、寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた跡だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。
いやあ、頭バッテンおかしかっちゃねえ。いや、あ、よかよ。それじゃ、わかる。はい。はあ。
位置を直します。到着しました。はい。はい。はい。やるな。聞かせてもらうぜ。何？アクセル全開！いいレースだったぜ。何？
おい。いや。ここはすいません。おい、やつら。そう、そうだ。やつらはレース。そうなあ、やつらにとっては速さが全てだ。どれだけ強制でもやつらを。だが、だからそれが頼む。しかしあいつ、最初はあいつらも家族連れ、老人、タクシー。ああ、うんちゃん、ええ、そ、あ、付き合って、はい、キリュウ、あんた、ただいま。あ、いえ。デビルキラー。ええ、レース。それで勝ちます。ええ、レース。鈴木さん、事情は分かったわい。社長、め、悪、しょ、あ、もし、分かります。それじゃ。お前、いや、いえ、あ、テレビと、すみで、え、なる、おいしい、わ、よ、ここです。え、さ、いらっしゃいます。え、おすすめは。なる、かしこ。おま、へえ、おい、これ最初、いや、もう全く違う。これはあり、運転、いや、いえ、え、料理って僕自身気持ち一つ、そう、うん、僕おいし
たい。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方。ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東城会の4代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。
話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、キリュウさん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる。そうです。東城会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪の場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのか。愛蔵、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。愛蔵、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。何だと。あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。聞いて呆れますよ。
勝機。四代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。待ってよ、ボコボコにしやるよ。
送ってやるよ。